5月31日何の日ですか、ビッグベンの大時計が動き始めた。あ、イギリスの？イギリスのロンドンのね。え、どんな感じだったんですか？もう一回言う、もう一回言う。ちょっと一周してほしいわ。あの、違った。いや、俺すごい真面目にやったつもりなんだけどさ。ビッグベン！見せ物よ。気持ちは見せ物ではない。分かったか。はい、ということで今日はビッグベンの大時計が動き始めた日ということですね。ビッグベン分かります？分かりますよ。もう行ったこともあるやつね、俺らはね。わかります、ビッグベン。わかります。いい時計ですね。本当いい時計ですね、あれね。すごい。もうビッグベンの時計を、ね、週何で見てるんですか？あ、僕ですか？はい。あの、週に3回見てます。週3ですからね。週3見てる、あの、今日のゲスト、和田ベンさんです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、この紙粘土ですね。こちらを使ってですね、ビッグベンはやっぱ僕は思ったんですけど、絵ではなくてね、やっぱ臨場感を伝えたい。ということでね、その迫力を伝えていきたいんで、うん、はい、紙粘土を使って1分後一番うまくできた人にってことで。できるわけ。わかりました。じゃあ今回は特別2年用意しましょう。ということでじゃあ2年後お会いしましょう。はい。ということで2年後ということでね。いやー長かったね。長かったー。いやーいい戦いしたと思うわ。どうした作ってみて。いやーなんかビッグベンって結構有名だから、まあ、思い描くものはあったんだけど、それをいざ形にするっていうのはすげえ難しかったですね。なるほどね、うん、ビッグベンね、実は意外とシンプルなんだよね。だからそこをね、表すっていうのは難しかったなって思いますね。うどうした作ってみて。あ、だからやっぱりシンプルだから、今回はあんまり差がつかないんじゃないかなって思います。私が作ったビッグベン、こちら。すごいね、これ。これはね、これ角砂糖が詰まってるの、これ。これね、まあ、全体で言うと、まあ、これは、2億年後のビッグベン。あー、テーマつけたやつ。うん、いや、まあ、だってビッグベンなくなっちゃう。え、じゃこれが時計もしかして。これ時計の部分ですよ。あ、ほんとだ、書いてある。すげえ、2億年後でもビッグベンの中こうなってる。ビッグベンこうなってんだ。そうそうそう。あー、これは神です。どこですか、ビッグベン。ビッグベンこれは神です。これはビッグベン。あ、これは残骸なんだ。ビッグベン、これ神。神とビッグベンなんだ。2億年もやっぱ神がいるっていう設定ね。そうそうそう。壮大ですわ、それは。なるほどね。あ、ね、ビッグベンね、2億年後とかじゃない場合ね、すごいシンプルだってことを伝えたいんで。まっとうなね。こちらです。あのね、これまだスモールベンなんですよ。ビッグベンになります。まだ未完成。ここですね。ビッグベンです。変形合体。挟み合体。はい、ということですね。すごい必殺技が出た。必殺技ですよ。必殺技出ました。時計動いちゃったから。さあ、いきましょう。時刻んでるんですね、これ。刻んでる。全身で。動きにさ。それでは、和田弁さん、はい、どうぞ。はい。いや、うまいよ。一番うまいよ。一番ちゃんとしてるじゃないですか。一番ちゃんとしてる。針をやっぱ紙粘土で作ったの大事だよね。俺はペンでやっちゃったけど、まあ、僕もペン入れちゃいました。ペンは入れるけど、もその針の部分をつけたっていうのはやっぱ大きい。これもじゃあ、このちょっとこれですか、うん、ビッグベンは紐ついてるんですよ。やっぱ秀才ってと違うじゃん。いやいやいや、まあ、こういうこともありますけど、まあ、ビッグベンはビッグベン紐がついてますね。今ので限定ですね。紐引っ張って動かしてるんだ、時計を。どういう紐なんだ。あ、だから持ち運びができるんですよ。見ますか。取れたやつがね、さっき取れてましたけど。今の強度で不安だ。持ち運びですね。はい。こっちを持ち運ぶ。あ、この方ね。それね、本体持ち運ぶね。本体だけを持って帰れる。あ、そうなんだ、ビッグベン。紐がついてる。おしゃれですね。すごい。いや、でも今回いい勝負だったんじゃない？今回は本当に。いや、本当に。いや、僕正直言うと、逃げました。僕正直言うと、逃げました。僕も正直言うんですか、これ。逃げました。ね。
まあだからですね、あの誰が一番よく逃げれてたか高評価してほしいですね。はい、先に言った人たちです。一番足早い人を選んでください。ありがとう。間がいいね。